ファジュアルドッグのアラミです。今日はこの間お散歩中にあった事件についてお話ししていきたいなと思います。先日夜中ってもそんな遅くないよね。9時ぐらいかなにこの子たちみんなでお散歩に行ったんですけど、ちょうどね小雨が降ってたのが止んだぐらい、今止んでるから行こうねって言って出発したんですけど、おじいさんぐらいの人がねこう前から歩いてきて、ワンちゃんが苦手だったのかな、アスちゃんのお顔を傘で叩いた人がいらっしゃいまして、アスちゃんその時ね特別大きな怪我はなかったんですけど、ちょっとね目に傘が入っちゃったみたいで目がね充血しちゃって、しばらくちょっと様子見ようかってお話ししてたんですけど、結局少ししたら赤みが引いたんで大事にはならなかったんですけど、これがもしアースちゃんぐらい大きい子じゃなかったら、小さい小型犬、もっと言えばパピーとかちっちゃい子だったら多分あの力で傘で殴られたらね飛んでっちゃうと思う。で、ワンちゃんが苦手な人っていうのももちろんこの世の中にいるっていうのは分かりますし、苦手なものを好きになるって結構難しいことなので、その道行く皆様がうちの子可愛いでしょって思ってって言わないですけど、いきなり何も言わず傘で叩いちゃうっていうのはね良くないと思います。だってもしアラビがすごくおじさんが嫌いだったら、道行くおじさんみんな殴ってっていいってことでしょ。でも嫌いだったからって許されちゃうってそんな世の中じゃないじゃん。青い服着てる人嫌いだからって言って青い服着てる人みんな殴ってっていいっていう世の中じゃないでしょ。だからねワンちゃんが嫌いだからって言ってそんなね手出したらいけないと思うの。で一言、この子たちも人が大好きだから、お外にお散歩行ってる子って結構人が大好きな子が多いと思うんです。だからこうちょっと匂い嗅ぎたいなって近寄っちゃうこともあるかもしれないです。そしたら一言「すいませんワンちゃん苦手なんです」って言ってくださったら自分たちも距離空けますし、何にもそんないきなり殴らんでもいいんじゃないな。あすちゃんはねとっても人が大好きだから傘で叩かれてもその後ねトラウマが別に起きることもなく、おじさん嫌いになるわけでもなく、傘が嫌いになるわけでもお散歩嫌いになるわけでもなかったからよかったんですけど、プラウちゃんみたいにやっとお散歩に行けるようになったような子、やっとお散歩楽しいなって思い始めた子がそういうこと起きちゃうと、多分また次散歩に行けるようになるまで相当な訓練が必要で相当なね時間を要すると思うんですよ。何気ない、そのおじさんからすれば何気ない一つの行動、ちょっとちょっかい出してやれ、お湯払ってやれと思ってやったのかもしれないけれど、それがねいやダメ、お化粧してるからダメで、この子たちの一生残る心の傷になってしまうことももちろんありますし、でその時自分たちはリードをつけてたからアスちゃんをね制御することができました。アスちゃんがそのおじさんにもう近寄りすぎてしまわない、そんな大きな道じゃなかったからどうしてもすれ違う時っていうのはね結構距離が近くなっちゃうんですけど、あっちでやってきてください。はいさ今日はねそういう回じゃないの。だからね何話してたっけ？君たちのせい飛んでったよ。今ね、アラビの頭の上ぐらいに出てるかなと思うんですけど、ノーリードの危険性について私たち何回かお話しさせていただいてます。今回ね、これがもしノーリードだったら、ノーリードの小型犬、ノーリードのパピーだったら、そのアスちゃんはね、アスちゃんだったよね、道路側を歩いてたの。で、おじさんが、通路側という内側を歩いてて、アスちゃんの外側にこう弾いたの。これもしちっちゃくてリードついてない子だったら道路に飛んじゃうよね。ノーリードお話ししてる動画今多分出てると思います。これもねもう一度見てみてください。皆さんがノーリードしてるかっていう、多分そうじゃないと思います。リードつけてる方が絶対に多い。だけどこういう方がいらっしゃるってことは、ノーリードの子がこの子に近寄ってしまっただけで、この人は多分もうワンちゃんに対してのすごい嫌なアンテナを張ってると思うんですよ。ワンちゃん近づくだけで噛むよねとか、ワンちゃん近づくだけで嫌だなって思ってしまってるのも多分事実なので、世の中全員がワンちゃん好きになってくださいとは言えないし、言わないけれど、ワンちゃんって大嫌いだよねって思ってる人がこの世の中から一人でも少なくなれば、ワンちゃんが好きな私たち、ワンちゃん自身もね、もうちょっとね、生活しやすい世の中になると思うんです。そのためにはワンちゃんを迎えている人たちがもう一回ね、意識を高く持って、自分たち何舐めてるの？壁意識をね、高く持って、ワンちゃんってそんな悪くないんだよ、好きになってとまでは言わないけどそんな悪くないでしょって言えるようなマナーをね、徹底していきたいなと改めて実感させられました。まあでもね、傘で叩くやつはダメ。へずみちゃん行こうとしてくれるへずみちゃんやばかったね。はだけどそういう人たちにね、もしね反撃しに行ったとしても、自分たちはこの子たちを連れている、その人はワンちゃんを殴ったってことは、多分ね、自分たち人間じゃなくてね、ワンちゃんに先に手を出す方だと思うので、行っちゃったらね、多分この子たちが危なかったからね、アラビが「もういいよ、帰ってアスの毛がないか見ようよ」ってなだめて、不服な顔して一緒に散歩を続けたんですけどこれからの季節、皆さん雨が止んだから今行こうかなってお散歩出かける方もいらっしゃると思います。こういうことが頻繁にあるわけじゃないけれど、こういうこともあったっていうのを皆さんに知っていただきたくて、この動画撮影させていただきました。今日の動画はね、そんなにシーツからね顔生えるプラウちゃんみたいに面白い動画じゃないけれど、あったよっていう事実、それダメです。あったよって事実を伝えるっていうことはね、私たちがこういうメディアで発信している以上大事なことかなと思うので、発信させていただきました。明日からはね、またね、ちょっと面白い動画を上げたいなと思ってる。いや、後だけさせていただいたのはファジュアルドッグのアラビと原作でした。あったバイバイ。あー、お目目治りましたよー。やね。